はい、絶対絶命都市4プラス体験版来ました。やってみたいと思います。絶対絶命都市シリーズね、全部やってるんですけども、今回それの新作が10月、いつだ、25日に発売されます。おめでとうございます。シリーズ全部やってるんですけど、基本的にこちらのゲームは、災害から生き延びるゲームですね。1はやっぱ地震だったかな。崩壊する都市から逃げるゲームなんですけども、2回言っちゃった。で、2があれは洪水かな、一応大雨による洪水で地盤が崩れて、そこから逃げるゲームで、それは主人公4人ぐらいいて、それがうまくこうつながっていくゲームでしたね。3は、新しい新天地で、学生生活を送ろうとしている主人公がやはり災害に巻き込まれるというゲームでした。で、その後の虚栄都市、こちらに関してはちょっとテイストが違うゲームでしたね。巨大な影から逃げるゲーム、ウルトラマンだったりエヴァンゲリオンだったり、そういうのがどん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 出てきて、それで街が壊れていく中逃げ延びるゲームでしたね。ちなみに虚栄都市は 私去年の10月に発売されたんですけど、初めてちょっと実況を取るきっかけとなったゲームです。よかったらご覧ください後で 気持ち悪い で、今回体験版来てたので、やってみたいと思います。スタート。振動、はい。おや。うん、冬？クリスマス？グランゼラプレゼンツ。ある日、あなたが初めて訪れた町で巨大地震に遭遇したら、あなたはどう感じ、何を考え、そしてどう行動するだろうか。もちろん冷静に振る舞うだろう。誰？怖くて一歩も進めないかもしれないな。人と助け合って生き延びたい。自分の大切な人を何が何でも守ろうとするだろう。一人でも多くの人を助けるのに全力を尽くすつもりだ。どんな時でも自分自身を大切にしたい。人生を変える機会と捉えたい。そんなのやってみないとわからないよ。つべこべ言わずに早く始めてほしい。あ、これ選択肢なんだね。そう、このゲームの特徴は選択肢の異常な多さ。これがだいぶ特徴ですね。その中にはもう、おふざけ極まりない選択肢もあったり、かといってそれがね、じゃあストーリーに影響するかというと、そんなこともないかったりするんですよ。どっちかというと、それによってするキャラクターのリアクションを楽しむゲームみたいなところになってますね。なんで、これはどうしようかな。これはちょっと普通に答えようかな。これはちょっとゲームっていう意味だよね。ゲームを始めろっていう意味だよね。 うん、なるほど。まあ、ここはちょっと普通に行こうかな。人と助け、そうだな。人と助け合って生き延びたい。僕は私は おう、僕は私僕はは私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 やめろって。僕は、これはあれだね、男性キャラ、女性キャラを選べるということですね。基本的にシリーズ、まあ、前回はちょっと選べましたけど、男性キャラの方がね、ちょっとリアクションとかが見てて面白かったですね。男性に、なんだと？ 了私解は。です。おい？ あ、こういう感じで、あ、可愛いじ私ゃん。はこんな顔をして。顔も若干作れるんだね、これね。ほう。ほう。
ほう、なるほど。これちょっと細、あ、細すぎません？うん。これちょっと幼い感じだね。幼い、うん、こっちがいいかな。うん。肌の色も。白っ！白っ！まあ、無難なとこでいきますか？いや、あえて真っ白にするか？白いな。うん、これ、これにしよう。白いな。そして、こんな髪型をしていた。髪型。あ、髪型も変えられるんだね。これ製品版になったらもうちょっと増えるのかな？失礼。とりあえずこれかな。お、髪色。ほうほう、ほうほう。ほうほう。ふえー、真っ白毛。ここちょっと体験版はちょっと、えげつないようにしとこうかしら。これかな、ちょっとマリモっぽいな。気持ち悪っ。違和感、髪の色の違和感。私はこのバスに乗って就職面接を受けるためある企業へ向かっている。商談のためにある企業へ向かっている。あんま変わんないじゃない。散歩するために水蓮公園へ行こうとしている。ショッピングのために水蓮通りに行こうとしている。素敵な出会いを求めてとにかく出かけようとしている。この髪の色じゃ間違いなくこれダメだよね。面接は間違いなく押しますね。商談もダメだと思います。就職面接を受けるためある企業へ向かっているの。うん、普通ね。あ、だいぶ綺麗だね、グラフィックが。表映都市の時も十分綺麗になっていたけど、いや、これもだいぶ景色が綺麗だね。お、来たね、飯田舞さんの曲。飯田舞さんってね、シリーズ全部の主題歌を担当しているんですけど、共演都市の時の主題歌がすごく良くて、私確か曲ダウンロードしたんですよ、もう主題歌。今回も飯田舞さんなんですね、嬉しいね。おっと、あ、これあれか、地震速報か。怖いね、これ一斉にた、しかも乗り物乗ってる時に一斉になるとか怖くない？緊急地震速報に従い、周囲のものにつかまり姿勢を下げる。うん、正しい。よくわからないので周囲の人の真似をして姿勢を下げる。恥ずかしいのでいつも通り平静を装う。緊急地震速報を信じずに悠然と構える。余裕があることを見せつけるため鼻歌を歌う。これやっちゃダメですよ、みんなね。一番上が正しいですよね。ここですでに気違いだ。わはん。揺れてる。大きな揺れだぞ。あ、ちょっと、めっちゃコントローラー揺れてる。お。私はもう一度考えることにした。ん？もし巨大地震にあったら。しかも初めて訪れた町で。初めての町は怖いな。どこ逃げればいいか分かんないもんね。私は常に冷静に振る舞うに違いない。怖くて一歩も進めないかもしれない。最初の選択肢とほぼ一緒じゃない？うん、でなんか性格とか今回変わったりするのかな、もしかして。まあ、最初の流れからするとこれですよね。怖くて一歩も進めないかもしれない。一歩も進めないかもしれないな。
人でだとどうなんだろうね、実際こういう場面に出くわしてしまったら自分は。実際こうリアルに考えるとどうなるんだろう、ちょっとわからないな。知り合いも誰もいない場所ってことだもんね。いやーちょっと怖いね。さてバスが倒れましたと、横転してしまいました。うぅぅぅぅ、やめてやめて、もう視点切り替えられる完全に横倒しだね。うん、うわガラス、あ動ける、まあガラスの破片、あ痛い痛い痛い今の絶対怪我したよね。あんた大丈夫か。名前は言えるか。これあもしかして名前、おお、あちょっと名前考えてなかったな。名前かちょっとね、あの前回あの共演都市の時は男性キャラだったので、名前は変態クズ野郎くんだったんですよねどうしようかな、とりあえずちょっと体験版はちょっと考えていなかったので、仕方ない。キャオリン、キャオリン、これ名字だけあれか、ああそうかそうか、なるほどね。キアロ間違えてるよ大変なことになったな。キャオコでいきましょう。斉藤キャオコです。とにかく早く早くバスから離れろ。もう髪の色がね、もうなんかのキャラだよね。今日コスプレイヤー、これからコスプレをしに行くのかしら。コスプレ会場に向かう途中。おお動ける動ける、視点が顔白いな。おいいですね。操作方法、これ回避だね。多分揺れた時に構えることによってダメージを軽減するやつですな。おお、あちょっとやべ、ちょっと連打したらおかしな動きにおーい、四角三角ね。でこれはあ視点切り替えね。これ強兵都市と一緒だな。でこれがあマップね。でダッシュは、ダッシュダッシュ、違う、あこれかこれか、 R1 だ、 R1 プラススティックでダッシュと。これ火突っ込んだらどうなの。あノー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 、やべ死ぬ死ぬ死ぬちょっとちょっと待って、死んでしまうんですけど。あれ動けない、あ動けた、おおびっくりしたよ一瞬動けなくなっちゃった。おおだーちょっとライフがてかライフ1回全部なくなった気がするんだけど、気のせい。ちょっと何やってるのよ、何してるの、モラルのない男ちょーこらーこらー、俺邪魔してやる。ダメだよこういうの写真撮っちゃ。電話をかけてる人に声をかける女。これは？川崎で強い揺れを感じました。室
あ、ラジオとか情報大事だよね、こうなったらね。なんで一緒に動いてるの、あれ連れですか、みんなお仲間ですか。公園に到着、無事公園に到着しました。大きな地震が発生したらまずは広い場所に移動しましょう、むやみに歩き回らないことです。しかし、この物語を進めるには街を探索する必要がありそうです。まあせやな、警戒しながら探索してみる、困った人がいたら助けたいから探索してみる、非常持ち出し袋を探してみる。あ、欲しいな。気をつけて探索してください。大変なことになっているな。大きな地震でしたねと言いながら話に入れてもらう、この辺りの地理や被害状況について尋ねてみる、採用面接会場の場所を尋ねる、スマートフォンでラジオを聞く方法を教えてもらう。あ、ここ教えてもらいたいね。もっと恐ろしいことの前触れだわと人の心を惑わす、この一大事に暇そうに集まって困った人たちね、と悪態をつく。天気になって騒いでる人たち。ああ、同じ、そういうことか。あ、まだ聞ける。ラジコ。ほん。あ、昔なんか私そういうの入れてたな、アンドロイドの時。どうしても聞きたいラジオがあって。でも電波の問題があるからね、こういう時って電波大丈夫なのかな。突然始まったイベント、弁当かな、落ちてるよ。こんな時なのに落としてしまった弁当を見ている。私は卵焼きめっちゃ、何をしてるんでしょうか。めっちゃ入ってる。仕事に戻らなくていいんですか。ずいぶん早い昼ご飯ですね。そうですよ、大きな地震が起きてるのに。かな、そうですよ、大きな地震が起きてるのに。確かに、こんな時に私は公園でぼーっとしている。全く緊張感がない。どうしたのこの人。こんな時になんですが、ちょっと座りませんか。なんだ、惚れた、あたすぬ惚らったの、この緑頭に。実は会社でリストラが行われ、退職に応じなければならなくなりました。重い話だった。家族に打ち明けることができず、出勤するふりをして。あるやつ、実際リアルにあるか分かんないけど、あるやつ。もう1ヶ月近くマジで公園に通ってるんですよ。次の給料の振り込み日が近づいているっていうのに、どうすればいいんだろう。いやいや、1ヶ月分給料もないってことでしょ。ご家族はもう。そんな彼の姿を見て私は大変なことになっちゃうよ。気の毒だわ、もう一度頑張ってほしいな。気の毒だけど仕方がないわよね。哀れなやつね、こんな風にはなりたくないわ。おほほ、こんな大きな地震が起きてるのに、のんきな人ね。給料どうやって工面するつもりかしら。家族に隠し事するから辛い思いをするのよ。いい味出してるわよね、この親父。しびれるわ。一番最後どういうことなのか。まあ、あ、間違えず、家族に隠し事をするから辛い思いをするのよ。給料の工面を選ぼうとしたのにな。若い人には頑張ってもらいたい。私のようにならないように。痛い話やった。この話、地震と関係あったんすか、これ。ねえねえ、おじさん、
ごめん、ぶつかっちゃった。あれ、なんか、あ、びっくりした。今 R1 押してないのに勝手にダッシュしてたんだけど。うん、どうすりゃいいんだ。帰った方がいいのかな。自炊していた方がいいような気がするよ。うん、大きな地震でしたねと言いながら話に入れてもらう。この公園について尋ねる。どいつもこいつも不安がって集まりやがってと悪態なんで、なんで悪態選択肢があるのかな。そりゃそうだ。ここが水蓮公園ね。水蓮、あ、水蓮ね。水蓮これしかないやんけ。うん、デート中だった。大丈夫だったかい。すごい地震だったわね。はいはい、リア充め、このリア充どもめ。待って、目の前で起きていることが信じられないの。同僚を落ち着かせようとしている男性。でもね、その人を表現するだけのためになかなかなこう表示をさすよね。そういうとこも面白いんだけどね。車が降りてきた作業員、これは進めそうにないな。お、あ、これ、わあ、絶対倒れるよ、絶対暴れる。これこの下にいたら絶対死んでたやつだよね。こんなことになるなんて。とにかくネットで情報集めないと。何もかもが恐ろしい。ふむふむ、詰めない、こっちダメなんだ。何が起こっているの。こっちに残した。いいめかみさん、落ち着いてください。何の子は、いやーはー、まだめ。全部やってると疲れるわ、やめよう。ひどい。え、何が、え、救助、え、ちょっと血がついてるよ。血が人をそこに挟めている男性で、ね、あ、あ、いるやんけ。よし、引っ張ろう。あ、挟、あ、これはリアルだ。一緒に手伝えなかった。うん、出てこられたのだろうか。あ、バス、バス、あう、わし出てきたよ。うん、向こうはいけないっていうことだね。お前らは、うわー、アリゲーター便、なんかすごいな。さて、どこ行けばいいんだ。うん、タクシー拾えないと会議にも言えない。いや、おはーん、陥没。あなたもうちょっと動揺してよかったんじゃない。目の前で陥没したんだよ今。あ、水が出てきちゃってる。うわ、水道管かしらこれ。石によって排生した段差。うん、いや、きっと登れないことはないんだよ、きっと。うん。あー、向こう行けなくなっちゃったね。一応、デモ版だから、そんなに進める範囲は広くなさそうだよね。ただごとじゃないな。銀心だ。また、こういうやつ。すぐには撤去できないから。邪魔してやろう。お前、ちょっとイケメン。邪魔する。
ダメだよこういうことしちゃ。あ、この二人がめ、二人組のもう一人の方表現、キャラクターの表現学生らしき二人組のうちの一人て何それ。電話を気取った持ち方でかけている若者でもいいじゃん、気取ってそうでもいいじゃん、いいじゃない別に。若者なんだこれ、髪型よ微妙。職場に戻りたい女性、同じ言葉を繰り返している女性、すごいわね。悲壮感がない女、悲壮感がない女性、まあ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 写真か。悲壮感がない女性ってどういうこと。葛藤している男、行け、助けに行きなさい、自分のことを大切にする男いろんな人がいますな諦め苦笑の男、諦め苦笑の男、こいつちょっとイケメン爽やか、よく考え、あれ君たち、そこの諦め苦笑の男と君全く同じだね、同一人物、双子服も一緒だよ。戸惑っている女、全員に声かける必要あんのかな、なんかイベント発生したりしないのかな。お前は取るんじゃないよ、寝ろ寝ろ寝ろ。あ、もう邪魔で、あ、でも邪魔できた、よしよし、謹慎、お前もな、こねろ。電話しない、どうなの、どうなの、どう寝てるの、ん、あ、イベントだ、うちの生徒たちどこに行ったの、学校の先生、あ、これもしかして日賀ちゃんじゃないのかな、学校に戻れない、学校の先生といえば比嘉ちゃんだよね。あの、すみません、この辺で青いベストの制服の女子生徒を見ませんでしたか青いベスト、うん、心当たりはないです。青いベストをどこかで見たことがあるような、ある気が、落ち着いてください、何があったんですかと冷静に尋ねる。困っていることにつけ込んで一儲けできそうねと思わずにやける。災害の時はね、やっぱりそれ、災害に乗じてやっぱり詐欺やら犯罪が横行するので、皆さん気をつけてください本当にね。思ってるだけ。私この近くにある翡翠学院高校の教師で、日賀と言います。ほらやっぱり日賀ちゃんだ。授業を抜け出した生徒がこの辺りにいると聞いて呼びに来たんですけど、地震に遭ってしまって、怪我していなければいいけど、もし青いベストの制服の生徒の居場所が分かったら私に教えてください。分かりました、青いベストの生徒を見つけたら教えますね。それなりの報酬をもらえるなら探してあげるわ。こんな時に人探しなんて知られないわ、他は立て。とっても面倒で気が済まないけど、もし見かけたら教えてあげるわ。女子生徒、きっと可愛いに違いない、喜んで探します。なんて可憐な感じちゃった、なんて可憐な生徒なの、私の好みだわと喜んで探しましょう。これカッコだから絶対読み上げないよね。ちょっと悪行、先ほどなんかね、稼げるようなことを言ってたんで、ちょっとこれに、それなりの報酬をもらえるなら探してあげるわ。悪、性格悪、報酬ですか、引いてる、すみません、今これだけしか持ち合わせがないので。ひがちゃん、
2745円を受け取った。悪行ポイント、何それ。あ、そういうのあるんだ。今回生徒は3人来ているはずです。申し訳ありませんがお願いします。そのポイントが高まるとどんどん性格が悪くなるのかな、もしかして。あ、でね、ひがちゃんはね、これあのシリーズ前作に登場しているキャラクターですね。唯一前作に登場しているキャラ。ワンの時はね、まだ学生だったんだよね。あの災害の時に弟とはぐれて主人公にあの一緒に探してもらうっていうヒロインだったんですけど、で2はね、高校教師になってたんですよね、その時すでに。で3も、3も学校の先生ちゃんとやってたね。その時なんか、その時の方がもうちょっと大人っぽかった気がするな。なんか幼くなっちゃってるよ。時間軸どうなってんだ。で、共栄都市は一応共栄都市はいろいろシリーズのゲストキャラがポロポロとあの作中に現れてたんですけど、ひがちゃんはあのがれきに埋もれてましたね。あのシリーズ前作に登場して全部の災害に遭っているとてつもなく不幸な女だけど、必ず生き延びる女でもあるというね。むしろあのひがちゃんが災害を呼び寄せてるんじゃないかという噂もある。絶対出ると思ったよ。うん、じゃあちょっと女子高生を探すんだね。じゃあお前また写真、この野郎。分析している男、人の流れが変わるから。お姉さんスタイルいいね。おっぱいでかいね。んんんおお、待て、あ、やべ。危な。あー、ちょっとビル、ビル倒れたよ。あ、もしかしてこれ行けなくなったやつ。あー、だいぶやっぱり体験版だから範囲狭いね。どこ探せばいいんだ。4箇所いい4箇所行ったし、おののく。なんか入れるのかな。うん、あ、入るよね。これ何、アパレルストアの受付担当。どこ行ってたのかしら、あけみさん。あけみさん、アイテムだ。お、非常持ち出し袋。よし。心配そうな。大きな地震でしたね。せっかく休暇を取ってショッピングに来たのに。休暇を取って平日ってことかしら今ね。まあそうだろうな。オフィス街にいっぱいいるもんですよね。あの会社員が。3階。誰かいませんか、誰かいませんか。うわぁ、まぬけん。なにこれ。商談中のスタッフ。商談中、なかなか停電戻らないわね。デザイナーのあけみさんもいないし、話が進められないわ。あけみさんまた出た。なんか重要キャラかしら、イベントキャラだね、きっとね。停電ですな。デザイナーのあけみもいらっしゃらないようですし、本日の商談はここまでということですな。いや状況、お前らね、この状況な。建物になったかとか言っちゃまあダメだからね。もっとすぐ外出なさい。びっくりだわ。あ、これここ人いたっけ、さっき。気づかなかった。思い詰めたけど。え、曲消える、何今の。こっちは、うん、なんか探してる。おかしいわね、どこしてんの。あ、これ音声。鍵。またあけみさん。ここはあけみイベントが発生するの、ね、男性用水着を着用したマネキン。素敵なコスチュームだわ。このコスチュームをデザインした人はセンスがいいわ。なんでひどいデザインのコスチュームなの。え、こんなひどいデザインをしたやつは中身も腐っているに違いないわ。偏見。この選択肢、地震と関係ない。あ、もしかして、あれを
デザインしたのが明美さんなのでは。で次明美さんに出会った時に何かを今の選択肢がきっと絡んでくるとか。お姉さんも胸でかいね。まだ揺れてますね。そのオブジェが揺れてるからよくわかる。うわ、こういうの絶対押してくるやつだよね。いや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 、あ、いた、女子高生エリさん、飛んじゃうんだ。どうします、買い物できそうにないですけど。何、取り巻き、後輩。そうね、なんで敬語。どうしましょう。うわ、ブス何よブスって言っちゃった私たちに何かよ。翡翠学院高校の生徒でしょ。先生が探していたよ、先生が待っているわ、一緒に避難するのよと注意する。あなたたち翡翠学院の生徒ね、学校はどうしたのと叱りつける。お客様、どんな服をお探しですかと、店員のふりをして近づく。だお客様、どんな服をお探しですか。何あんた、ここの店員じゃないわね。バレてる。水学園の生徒でしょ。おー、同じかな、同じの選んでも。お客様、どんな服をお探しですか。何あんた、同じだわ。ここの店員じゃないわね。うん、どうかな。あなたたち翡翠学院の学生ね、学校はどうしたの。歩道員みたい。何、気味悪い。どうして私たちの学校知ってんのよ。きっと比嘉先生じゃないかしら。私たちを心配して探しに来ていらっしゃるんだわ。新人の日がですね。うわ、性格悪いなこいつ。さすがエリさん、きっとそうですよ。これ超持ち上げる、よいしょキャラだ。ずっとここにいてもしょうがないけど。そうですわね。気持ち悪いな。わかりましたわ。知らせてくれてありがとうございました。それで行かないのかよ、お前ら。お前らこの。ここでビル倒壊するイベント起きないかしら。私あの先生嫌いなの、ふざけんな。いやいや戻れ、お前ら戻れ。この子かわいいな。ん、間違えたよ。この子かわいくない、めっちゃかわいくない。これはいいぞ。消えた。君消えた。これね、もうシリーズ全てにおいてできるこのスカートのぞき。でも際どいとこ行くとね、消えちゃうからね、キャラクターね。あ、消した。この子かわいいな。おーい飯見た、こっち。よし、行くぜ。あの子一緒に来てくんないかな、かわいいから。かわいいから。で、これはどうすればいいんだろう。ひがちゃんに伝えればいいのかな。ひがちゃん生意気な生徒いたよ。無事で良かったです、うん、でも私のこと信用していないんでしょうかね。どうした、ひがちゃん落ち込んでいるのかい。憧れの先生になれたのはいいんですけど、生徒とどう接すればいいのかわからなくて。私は一生懸命
生徒のためを思っているつもりなんですけど。ちょっと鼻すすってしまった。この仕事向いていないのかな。あ、ひがちゃんが落ち込んでいる。ごめんなさい、初対面の人にこんな愚痴を聞かせてしまって。ほんまや。いえ、私でよければまた相談に乗りますよと優しく言う。いろいろ大変だけどお互い頑張りましょうと励ます。きっといつかあなたの気持ちが生徒にも伝わりますよと励ます。問題はあなたの生徒との接し方にあるのだと思うわと冷静に答える。全くよ、こんな地震が起きて大変な時にとなじる、ひどい。ひがちゃん励ます、励まそうか。きっといつかあなたの気持ちが生徒にも伝わりますよ。まともだ。ありがとう。まともだ。さっき見つけたのは2人って言いましたよね。もう一人生徒がいるはずなんです。もう一人いんのか。3人って言ってたね。確かにね。ひがちゃんも探しなさい、あなたそんなとこいないで。今度こっち行ってみる。お、また来た、また来た、また来た。うわ危なっ。何も考えてなかったわ。いい、やめてよ。これでかいんだな、これって。え、こんなでかいの、これ。え、こんなでかい、これって。いや、こんなでかくないよね、多分。え、でかいのかな。学生、学生、学生。公園、人増えてないよね。だったか。うん。死んだったわね。この人たち、さっき声かけたよね。大きな、あー。あれ？なんか増えてる。え？不安を煽ってリュックに入っている絆創膏を高値。悪行ポイントがたまるとこういうのが出てくるのかな、もしかして。こんな時に絶対命が助かるご利益のある不思議な絆創膏を持っているのだが、欲しい人がいるなら売ってあげていいよ。ちょっとなんかあの絵面がおかしいことになってるな。男の人に埋まっちゃってるよ。買った命が欲しいならぜひ、命が助かるならぜひ欲しいよ。500円で売ってくれ、マジで。もっと高値で買ってくれる人いないかと値を釣り上げる。500円出ました。他ないか、もっと出す人いないかな。出すの、うむじで。え、もっといけんの。ほうほう。おい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 、命が助かるならお金を削っていられないな。に、2万、2万出そう。これしかお金がないが、命あってのものだねだ。嘘でしょ。会社の金と言うよそれ。 お嬢さん、おい、会社の金だよそれ。え、これもういけないんじゃないの、これ。これ出したらもらえない可能性あるんじゃないの、これ。いや、もうとりあえず行ってみるか。うわー、バレた。冷めちゃったわ。やべえ、バレた。そうだそうだ、なんてこった。すごい地震だったわね。あ、もうみんなに声かけられなくなっちゃう。全員には。なるほど。30万円もらい損ねた。くそー、もらえたのかな、あれ。もしかして本当に。マジか。そう、製品が出たらちょっと試したいとこですな。こっちは倒壊したからいないよね。学生いないよね、あっち。どこだ。はて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 ー。あれ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 、女子高生じゃない、あれあれあれ、女子高生じゃない。ねえねえ、中国の女子高生。ねえねえ、何してんの。ねえ、真面目っ子っぽい。あ、ごめんなさい、私に何か
ようですか。翡翠学院の生徒でしょ。先生が探していたよ。こんなところでぼーっとしてたら危ないわよ。見つけたわよ。手間かけさせるわね。わかんない。やっと見つけたわよ。手間かけさせるわね。何そのポーズ。ちょっと引くわ。すみません。泣かせた。山内さん。おひがちゃん。いじめられっ子かしら。お前だろ、いじめてんの。おい、それにひろくも。そのチークなんだ、ほっぺたの。塗りすぎだ。あなたたちも。先生、汚いよ、すでに。チーク。学校は避難所に指定されてたと思いますけど。あざですか。そうね、学校に戻るのはいいと思うけど、道は塞がれているし。あそこはくぐっていったら通れそうに見えませんか。本当だ。あそこをくぐっていけば向こうに出られるんじゃないですかね。ですかね。そうですわね。服が汚れてしまうけど。そうですわねって。仕方ないですね。こんな口調の女子高生いるの実際。ちょっと危ないわよ。そうですわね。向こうに出られるかどうかもわからないし。そういうことならヒロコ最初に行って見てきてよ。俺絶対いじめっ子じゃんこいつ。何言ってるの。そんな、わかりました。ダメよ、それなら私が行くわ。いやでもいじめっ子の主犯はこの災害で倒壊物に挟まれてもエリ先輩でしょ。絶対任せてください。私が最初にくぐりますと、颯爽と名乗り出る。ここはやっぱり教師である比嘉さんが見本を見せるべきという。美人の彼女が冷静そうで向いていると思いますという。いちいち立ち振る舞いが鼻につく彼女が行けばいいんじゃないという。うん、まさにその通り。行くと言ってるんだから、泣いている彼女に行かせてあげたらという。こいつだよ。いちいち立ち振る舞いが鼻につく彼女が行けばいいんじゃない。今一瞬ワープした気がするのよ。私のどこが。ねえエリさん。エリさんか、先輩じゃないんだな、きっとな。完全な取り巻きやん。取り巻きごますり、ね、チークお化け。私たち翡翠学院の人たちはそんな荒々しいことできないわね。いや、ね、こいつならできるよ。私たち上品な校風ですからね。上品な校風だったらお前とっくに退学だよ、その顔。うまやろ。あれまだいたの。早く、私がくぐる話になっちゃってんのこれ。おー、ちょっと待てや。お前ええら。ひがちゃん、なんで私がくぐることになってんのかな。おかしくないかい君たち。まあ、しょうがないな。四角ボタンで踏ん張り姿勢になります。踏ん張り姿勢で左スティックを入力すると天井が低いところで有効な四つん這い移動ができます。ほいほい、行くぜよ。こんなとこで崩れたら恐ろしいけど、もう単純に生き埋めじゃん。俺見たことか。終わり。はい、ここまでのようですね。体験版。はい、体験版はここまでとなります。プレイしていただきありがとうございます。製品版の絶体絶命都市4プラス、サマーメモリーズにご期待ください。スタッフ一同。はい、ありがとうございました。面白かったです。なるほど。こういう感じか。基本操作は、やっぱり、虚栄都市なんかと変わらないね。グランゼロプレゼンツ。虚栄都市もね、実況結局長くやっちゃったんで、そんなに、だいぶ前にやったって感じはしないんだよね。あ、これはデモかな？うん、デモだね。ちょっと見ましょうか。建物。
してください。デモもね、全部女性キャラで動いてるが、実際男性キャラどんな感じになるのかは全然まだ全然謎ですね。おー、飯田舞さん、いい今回もいい歌をありがとうございます。うわー、真夏の最中ね、実際にさあったわけじゃん、もうここ数年の間にもうこれぐらいのレベルの地震が。私はね、幸いというかそういう県には住んでいないので、まだ体験はしたことないですけど、もうね、体験された方いっぱいいらっしゃると思うんですよ。なんでね、やっぱり本当にもうこの通り、かけがえないものを奪っていった、まさにですよ。全部なくしますからね、怖いですよね。本当はね、そういう内容のゲームをおふざけでやっちゃどうなんだろうって、多分タイミング的に確かね、そういう地震の時期にかぶったような気がするんだよな。だから開発伸びたっていう話も昔あったような気がするんですけど、ね、一応そういう内容ではありますが、毎回シリーズでは選択肢やらキャラクターの動きやらで楽しませてくれるゲームではあります。バカゲーだけどね。わー、ただ今回は多分シリーズで最もリアルなんじゃないかなと思うな。はい、2018年10月25日発売予定です。7200円、税別。もう発売日に買えますよ私は。共栄都市もね、全くちょうど共栄都市ちょうど去年の10月だったけど、本当に発売日に買って、でその時は買っただけだったけど、あ、実況始めてみようと思って実況を初めて撮ったゲームなんですよね、これが。なんでね、あの共栄都市の実況プレイ1を見ると、喋り方がね全然違う。でも借りてきた猫のようにすっごい上品に喋ってて、この間ちょっとね、久々に動画、保存してある動画で見直してみたんですけど、いやーね、ちょっと気持ち悪かった。誰よっていうような、なんでそんなおとなしく、なんかちょっとワントーン、ツートーンぐらい声上げて喋ってんの、何これ気持ち悪いとか思って、でも2、3回するとね、今みたいな口調になっちゃってるんですけどね、すでに。いや懐かしいな、共栄都市もね、もう共栄都市も本当に多分絶対絶命都市も、そう、もう相当だったけど、共栄都市は巨大な影、オープニングでも言いましたけど、ウルトラマンとかから逃げるゲームだったんで、もうはちゃめちゃだったんですよ、内容も選択肢も挙動も全てが。なんでだいぶふざけてやりましたね。コスチュームもね、いろんなコスチュームあってさ、ずっと着せ替えさせたりしてたんで、なんでよろしければぜひ共栄都市暇つぶしにご覧いただければと思いますが、ただね、やっぱ最初の実況だからね、ぶっちゃけ恥ずかしいんだよね。言葉も選ばず、結構勢いで喋ってるから言葉遣いも汚かったりとかするし、ちょっとね、後半で共栄都市撮り終わってから、あ、実況者たるものはやっぱりちょっと言葉遣いとかちゃんとしなければならぬなってちょっと思ってみたりもしたんですよね。やっぱ勢いでね、ノリでわーやってるとね、口調が悪くなるっていう。お育ちが見えますね。はい、今回絶対絶命都市4プラス、体験版実況終了したいと思います。で、10月25日発売楽しみです。はい、でちょっとじゃあ若干宣伝も兼ねて、共栄都市の映像でも挟んでから終わりにしようかな。宣伝すんだっつうのな。はい、じゃあ今回以上。ウルトラマン、見てる、こっち見てる。ウルトラマンのおケツ。うわお、これは、ジャンプ。
おお、ひこった。何してるの火災の爆発は…いやぁ、トラッカーに到達しました。レイバー、このままターゲットのオフィスまで移動を開始します。レイバーなのこれ。どこかに隠れないと。ゆきちゃんもゆきちゃんも似てきた君ら。何が襲ってきてんのこれ。あ、ちょ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 、バカ下手くそ。え、なにこれ、ちょっと上来た。あ、目の前、ちょっとこれこちらじゃね、こちらべおお、キングギルだとこちらの目、うわちょっとちょっと、なんかすごいことになってるけど、共有カメラでわざわざ、わあ、え、シンジ、エヴァはどこに行ったのやらやら、あ、海、お、え、あ、おれ、びっくりした、あんたびっくりするわ、お、わ、あ、ウルトラマンだ、しかも。なんか何これ、うえぇ、2体いる、あれ太郎じゃね、太郎じゃねえの、やばー、うん、すげえ、ああああ飛んでった、お前、あぶの人がいるんだから、ちょっとあんた撃つとこ考えなさい、おりゃまあまあな勢いでズタボロになってってけど、これあ、ちょっとドア取れるよこれ、ほうほう、あーあーあー、2号機、2号機とか出るんだ、はやこれどうすんのこれいつまで続くのこれ、おー、歌歌入りかよ、ちゅうちゅう言うな、なにこれ、ギャオス、あお、え、ちょっと待って、どこ逃げればいいの、私の信者と、やばい、顔やばい、ひげやばい、おえー、あ、まさか、まさか、ゴジラだわ、あらら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 、あらららら大丈夫、徐行運転とか言ってる場合、あー、なにこれ、なにこれ、なにこれ、なに、あ、怖ぁ、なにこれ、え、ちょっと待って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 、え、嘘、はすべり落ちましたけども、もう何なのあの人たち、あー、ちょっとちょっと、もう大迷惑なんか光ってる光ってる、わーわーもうさ、そんな追っかけっこせいで早く戦い、お前だ、そのお前が疫病神だ、ずいぶん力いっぱい言うね、必ず何かが起きる、違うか、違いません顔、やめなさい、いやいや、ちょっと水着エロいっすね、ほら見上げます、おっと、おえー、あー裸になる、ちょっとな、結構スパンって、え、ビルスパンっていったよ、スパンって、うわー、ちょっとこれなんだっけ、なんだっけこれ、何すんだっつのな、はい、じゃあ今回以上になります。じゃあ発売したら実況を始めたいと思いますので、興味のある方はよろしくお願いします。はい、今回以上になります。ありがとうございました。